わっさー、5月1日なすびガイドでございます。ですね、ゴールデンウィーク3日目でございます。そして5月に一瞬でなりましたね。今日も音速のソニックのように、3日目ゴールデンウィーク3日目が終わりました。で、本日はですね、朝からすごい雨でしたね。今日も雨でした。昨日はね、天気は良かったんですけど、一昨日も大雨、今日も大雨でございます。明日の天気はどうなんでしょうかね。まあ、去年のゴールデンウィークに比べて今年は釣りが成立する日が多いので全然雨でもいいんですけど、雨の影響で水温が下がったりもするんで、まあ考えものですね。本当に梅雨なんちゃうかなって思うぐらいな、天気ですね。で、朝から今日はゲストさんのリクエストで、北港を攻めてました。北港の西岸からそして沖ノ島でいろいろ川とかも入りましたね。で、そこから、まあ何もなく、まあ、魚とかはいろいろ見えたんですけど、何もなくいつの間にか昼ぐらいになりまして、そこでゲストさんが、まあ、雨がひどすぎて、まあ、レインウェアが染みてきて、まあ、中まで濡れてしまい、これは風邪ひくというわけで、マリーナまで戻りました。で、マリーナまで戻るところで、まあ、結構荒れてたので、体ガタガタでございます。ガタガタでございやす、で、マリーナ、まあ、帰りまして、で、そこからね、まあ、雨の日、パターンで、雨の日パターンというか雨の日にやる、よくやることなんですけど、まあ、1回マリーナに帰って、そこからコインランドリーでレインウェアを乾燥させるんですよね。まあ、そうすることによってまた、パリッとしっかりとレインウェアが回復して、朝一出撃するぞみたいな感じでぬくぬくと出れます。びしょびしょじゃなくてぬくぬくと昼から出ることができます。コインランドリーに、レインウェアを、まあ、大体20分ぐらい、回しておけば、乾燥機を回しておけば回復するんで、まあ、その間に、昼ご飯を食べるみたいな、大雨の時はそうやって、やることが多いです。なので、ゲストさん参考にしてください。まあ、そんな感じで、そしてで、昼ご飯も食べてレインウェアもパリッパリになって、よっしゃまた行くぞ、再開じゃ、再開丸みたいな感じで、南湖に今度は行きました。で、南湖行きましたね。北湖めちゃくちゃ荒れてたんで南湖です。で、南湖はまあ普通に釣りはできる、天候でしたね。雨は弱くなっていて、午前中すごい雨だったんですけど、まあ、昼からパラパラと雨が降ってて、で、最終的に雨が止んだというような感じです。で、雨が止むとよく気圧の変化で風が吹くことが多いんですけど、まあ、風はまあぼちぼち吹いてはいたんですけど、まあ、全然荒れてる、走りにくいっていうわけではなくて、そんな感じでしたね。で、そこから南湖に入って、春節の上がったところで、ですね、ダウンショット、カットテール4インチのダウンショットで魚を釣れて、はい、ちょっと中断してしまったんですけど、そこから、南湖に入りまして、心霊現象になってますからね。杉村さんですね。はい、まあ、そこから、南湖入りしまして、カットテール4インチのダウンショット、そして、山線香4インチのノーシンカーを使って、春節の上がったところをひたすら攻めて、2本魚を釣って、まあ、終わりというような日でした。で、ちなみに、小バスなのかギルなのかわからないですけど、ツンツンツントゥントゥンバイトはめちゃくちゃありますね。ツンツンガイドサービスですね。最悪っすわ、もういろいろとあれ話があれなんで、まあ、そんな感じで、ゴールデンウィーク3日目はクレヨンしんちゃんの映画嵐のように終わりました。明日も頑張りますというわけで、ナスビ TV 聞いていただきありがとうございました。そんだけだけ、もうちょっと喋らない全然思んなかったやん。最近もうちょっとゴールデンウィーク入ってからこうやってほのぼのと喋ろうかなと。あ、そうなんや。はい、ほのちゃん、ほのちゃんですね。うん、はい、なんかありますかね。
まあ、あのゴールデンウィークに、うんうん、釣るためのお話ちょっとしてもらっていいですかね。まあ僕ちょっとレインボーラムで食べます。うん、うん、まあね、強気な釣りは諦めてダウンショットをしましょうそれが釣る秘訣ですね。強気な釣りも面白いんですけどね。面白いけどね。まあ確実に釣るんやったらナイトリーグ、ナイトリーグですね。ダウンショットリーグ、ダウンショットリーグ、うん、ダウンショットですよ、うん、間違ってますはい、すいません、ちょっとほのぼのとしたオリーブ風景でした。というわけでありがとうございました。ラムネ食べながらすいません。